こんにちは、長山ですこんにちはクリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もうすっかり4月半ばですなぁ。もう桜も終わっちゃいましたね。終わっちゃいましたね。あっという間だったなぁ。うん、あの、桜のシーズンは京都はめちゃめちゃ観光客がね、 多多かかかっったたでですすすねさがに、ね、人多いし、うん、で京都は結構あの交通機関バス使う方がね多くて普通の路線バスにあの観光の方が結構大きなスーツケースをガンガンこう載せてくるから、うん、なんか通勤通学で使ってる方たちが結構こう急になんかスペースがないみたいな感じで困ってるみたいなことが、ね、あ,<ー>あったりしてなんか大きい荷物は積まないようにみたいな。 案内がなけかそれ用のスペースもできたりしてるみたいですけどねその屋用のスペースが、えーうん、この間京都駅のところで買い物をしてですね、うん、まあ家族でバスに乗って帰ろうかなと思ってバス停に行ったら結構行列ができてたんですよバスに行列だなと思ってこうのその列に並んで乗っていったんですけども結構ぎゅうぎゅうになって。 えー、来たんそしたらなんかちょうどそのバスの乗り口のところで海外からの観光客あれど,どこあたりだろうな欧米系の方か、うん、がでっかいこうリュック背負ってでなんかそのバスの外にい,いる人と会話してるんでに中,中から中から。でなんかちょっと様子を見てたらどうもその親切な方がその旅行者の方にあなたが降りるバス停はここだよっていうのをちょっと教えて 上げてるみたいなあ<ー>多分その旅行者の方が聞いたんじゃないですかそのここに行きたいんだけど、どうやって行けばいいんだって言ったら、このバスに乗って、このバス停で降りろみたいな。うんうん、で、堀川丸太町っていうバス停だって言って、その教えてて、堀,堀川丸太町みたいな。うんうん、堀,堀川丸太町、あ、イエスイエス、堀川丸太町みたいなことを言ってるんですよ。うんうん、で、バスがプチューって閉じて出発したんですけど、 そのバスがですねの堀川通りをずっと北上するバスなんですよね。だから結構なバス停の名前にが堀川なんとかみたいな。<laughs> だから結構困ったんちゃうかなと思ったんですよね。その堀川全部頭に堀川ついてんなみたいな。そう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 。なんとなくああいうのってほら頭のワードでなんかイメージを覚えたりするからうん、うん、え前半部分ほ,ほとんど一緒やなみたいな感じになったんさ <laughs> <laughs> 困るよなと思ってできればちょっと教えてあげたかったけど僕の方が先に降りれたんでねあれ<ー>ですけど丸太町で降りれたのかな降りれてちょっと心配になりましたけどまあ周りの方が、ね、親切だったらここだよって教えてくれたかもしれないですけどねうん,うんまあそんな感じでその今観光客増えててとはいえ桜のシーズンが終わったらもう落ち着いてきてる感じちょっと人段落してる感じありますよねちょっとね、うん、一段落してる 僕でも桜のシーズンももちろん綺麗なんですけど、このシーズンは新緑じゃないですか。<ー>新緑は新緑でやっぱり素晴らしいですね。うん、いや、緑はいいですね。うん、むしろこっちの方が気持ちはいいですよね。その気候もいいし。そうですね。気候もね。まあやっぱり桜の季節どうしてもまだ寒,寒いというかね。うん、ちょっとまだ冷えるって感じだったけど、うんうん、今はもう天気がね、良ければね、普通にこうピクニック気分で河原を散歩するだけでもテンション上がるみたいな。 長山さんだって山とかに行くともう新緑の山って感じじゃないですかそうそうもう新緑ですよもう命を感じますよ<え> <laughs> 山が芽吹いているあの西部って書いて「命」ってやつ、ね、そうそうそう山の命を感じる <laughs> いいな、うん、いや気持ちよさそうだよなでもこれまたちょっと行くとなんかほら虫とか出てくるじゃないですかあでももうぼちぼちね虫飛んでますね、うん、飛んでますから、うん、クマンバチとか結構出て,てるしあそっちの虫か蜂とかそういうことか、うん はははいはいはい、はい、なんか毛虫とかも出てくるでしょ,<あ>ょ毛虫もね、いますよね。いるとね、うん、だからもうちょっとこの5月のこの入る手前ぐらいはね、気持ちが良くて、気候も良くて、まあ、ゴールデンウィーク、暑いですもんね、なんだかんだで。ゴールデンウィークはなんだかんだ暑いし、それが終わるともうなんか初夏とか、下手すると梅雨とかいう話になっちゃうからね。うん、確かに、今、おらいがちょうどいいですね、うん。山遊びしたりとか、まあ、公園行ったりとか、うん、いいシーズンって感じですね。 いやそうそうであのこの4月からうちの次男が高校に入りまして、うん、あえー、そっか次男次男も高校か次男も高校だから今まで去年まではね高中小だったのが高校小になりましたね、うん、我が家の3兄弟構成が早いっすよ、えー、あっという間ですねえ一番上のお兄ちゃんはもう高3ですねもう高受験受験です高3ですよえこの間受験したばっかりじゃん <laughs> 受験した分かりだけどもう高3ですよ 早いね。いや早いよ。あっという間ですわ。そっか。高校3年間とかのね、変化に比べると、俺の3年間は何だったんだみたいな感じになりますね。<laughs> いや、大丈夫、大丈夫。進化してますから、長山さん。ですかね、大丈夫、大丈夫、うんそんな。そんなに心配しなくても大丈夫です。<laughs> <laughs> いや、それでその次男が。 あのー、入学式があったんですよ、うん、でその日の午前中はあの小学校の入学式で僕は PTA 会長としてこう挨拶をし,してですね、うん、ですぐ午後からはあの次男の高校の入学式って言って<ー>、えーまあ、高校まで行ってきたんですけどやっぱ午前中に小学校の、あのー、入学式に出てるからこう対比というかあの小学校の入学式はやっぱ小学校1年生じゃないですか相手が、うん、だ結構スピーディーに終わるし 僕の話も結構簡単にもうなんかあんまり長くて難しい話は絶対分かんないしなるべく簡潔にねでお母さんたちにはどっちかというと PTA に協力していない的なあのノリの話をするみたいな感じで、まあ、ささっと終わらせたんですけどやっぱ高校ともなるとねやっぱなんだろう重厚感がありますよね。あ<ー>んうん、まずその入,入場の時にはその吹奏楽部が多分その音楽を生音で。 引く感じだしでこう、生徒数もまあまあ多いわけですよ。全然、ね、人数、規模的にも。で、入っていって、その式の式次第っていうんですか、うんうん、あれを見たら、すごいあの、全部4文字って書いてあるんですよ。え、全部4文字って。開会,会、開式の字、国家、政商、国家政商、まあ、この辺までわかるじゃないですか。入、うん、あ,あ、なるほど,るほど。入学許可 とかね <laughs> 校長式辞、まあ、来賓祝辞<ー>来賓昇華山もあるか生徒先生、うん、生徒決意兵式の字みたいなもうでも読む字だすごい全部読む字アルスラン戦記かと思いましたね <laughs> 文字組みしやすい文字組みだから縦読み縦読みにしうそう最初から式次第に言ったらこれ縦に読むからと思ってなんか漢文かんかで書いてあるんじゃないかと思ったけど <laughs> いや、びっくりしましたね、式次第はね、見たときは。うん、うんで、その入学式に出て、入学式の後は、生徒はクラスに行って、担任の先生からこう、なんでしょう、ホームルーム、ですか最初のホームルームがありますと。うん、で、保護者の方は担任から挨拶があるので、ちょっとこちらの教室に移動してくださいっていう案内があって、えー、で、まあ、保護者はそのぞろぞろとその案内係について教室に行くわけですよ。そうすると、まあその、 一応、教室は用意してあるんだけど、各ご家庭、保護者の方は1名だけ席が用意してあって、もう1名の方はこう周りで見ていただくことになりますって言って、まあまあ、それはそうかと思って、うん、で、行ったんですけど、なんかね、それはちょっとおかしくて、あの、まあ、案内係の方がその教壇に立ってですね、えー、あのそれで、あの、お席におかけくださいと。で、席はもう決まってて、えー、 生徒,の,生徒の,その出席番号順に保護者の方も座っていただくことになりますっていう。でまあそのいわゆる学校の教室にこう座るんですけどもうそのなんか案内の人がしきりに今の生徒の皆さんはこの真上の教室で、えー、授業あのホームルームを受けてますっていう,言うんですよね、うんそれ。それいるんかなって僕思ったんですけど。<laughs> で ですの教団その説明する人も多分その、あんまりこう、まあ、慣れてないというか、まあ、4月の,、ね、その1回だけのイベントなんで、そ,のそう言ってあの、今から他人が来ますので、ちょっと少々お待ちくださいって言って、教団でずっとじーって立って待ってるんですよ。<ー>そうするとさ、なんか喋るんじゃないかとかさなんかそのあ、あそこに人が立つことによって教団に、はい、こっちも行ってことになって、まあなかね、注目をね、やっぱりねしますよねあ。浴びるでしょう。 死後をしてはいいいいけなななんじゃないかっていう雰囲気に不思議となるんですよね <laughs>、はああすごい学校教育の魔術みたいな感じですね魔術みたいな、うん、もうなんか不思議とでみんなさ神妙な顔をしてさシーンってしてこう保護者が椅子に座ってるんですよ。でまあ僕はあの妻に座ってもらったんで僕はその一番後ろで立ってたんですけどでそのさっきの先生のこの上の教室では今生徒が同じその,あの教室で、えー、上の階の教室で えー、ホームルームムル向けてますって言うんですけどそのさなんかそのシーンってした真面目な雰囲気がなんかおかしくなってきて、うん、しかもほらちょうどね真上の教室で多分出席番号上に席が並んでるんでしょうね上もね。つまりその自分の親の真上にいるっていう<あー> <laughs> なんかさそう、ね。そ あの、嘘食いかなんかでそういう設定のデスゲームあったよなと思って。ありましたっけなんかあるな。<laughs> そうそう。上の階でなんかデスゲーム的なことが行われて、なんか上でミスると下のその保護者に罰があるみたいな、そういう設定なんじゃないかと思って、一人でおかしくなって、ちょっと笑いが、笑い、笑いそうになっちゃって危なかったですね。うん。いや、その。 <laughs> なんでわざわざあんな説明したんだろうなと思って同じように上にいるよっていう <laughs> そうそう同じようにね、うん、上に上に上にいますんで、うん、少々お待ちください「シーンみたいなそのうち誰か椅子がビリビリってなって「いて!」とかっつってねなるんじゃないかと思いましたけど <laughs> はいまあそんなことがあって入学式はまあ無事に終わって、えー、帰ってきたという感じですね<ー>、うん、でも1週間、えー、この収録した今日で学校始まって1週間ですけど 早速次男はあの上着のジャケットの第2ボタンをなくして帰ってきておりましたあれじゃないですか第2ボタン取られたんじゃないですか <laughs> そんなねそ,のそういう色っぽい話だったらいいですけど単にあの自転車通学が始まって、うん、自転車をこいでたら多分足が引っかかったんでしょうねだから気づかないうちに弾け飛んであ<ー>あの気がついたらなくなってたって言ってましたよ勘弁してくれよと思,思いましたけど、うんうん はいまあ、そんな感じの,、はい、あの4月でございましたね、はい、永山さんはなんかあれでしょご実家の方に僕はねなんかしまあこれ話も3月下旬から4月って感じだったんですけどもうん、うん、もうめちゃめちゃ久しぶりに帰省をしまして実家にはい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 、えー、家族みんなで帰ったのは4年ぶりああコロナの前が最後って感じですかそうそうそう,うん、うん、っていう,うな感じなのでうん、うん、まあまあ 久しぶりに帰りましたね。で僕茨城県のおまりなんで、うん、京都から茨城県で今まで帰る時って普通に、えっと、東京駅まで行っちゃうわ。うん、えっと品川,の品川から、えっと、常磐線に乗り換えて品川まで行く水戸駅とかまで行ってうん、うん、で水戸駅からレンタカーを借りてさらに車で4五5 0分みたいな感じに。 なんでまあそういう感じの工程なんですけども今回は東京駅で降りて<う>東京駅でレンタカーを借りてで常磐道を通って実家に帰るという風なあのプランをにしてみました結果的にそっちの方が良かったなという風な感じなので、まあ、次回もこうしたいねっていう話にはなってるんですね。 常磐道を通って車で買えるのと所要時間自体はあんまり変わらなくてあなるほどで金額はわずかにレンタカーの方が安いかなあ安いんだ、うん、レンタカーの方がうん、まあ、どっちかっていうとレンタカーってどっちみち借りてるんであ最終的にそうそうそう,そう,そうか水戸駅で借りるか東京駅で借りるかっていうところなんではい、はい、そこは関係なくてガソリン代と高速料金のみの差っていうふうに考えると、まあ、電車乗るより安い特急機 乗りやすいっていう感じですね、うん、でやっぱり車だと全部自分のプライベート空間じゃないですか。なのでなんか別に子供が動画見てようが。あそうっすよね。うん。なんか多少なんかわーわー言ってたところでそうそううようが。そういったこうストレスが少ないしまあ途中でねあの休憩所に寄ってトイレ行ったりとかんかおやつ食べたりとかもできるし割とその辺はこうストレスがなくて。 みんな割と良かったですね。えー、運転は誰が運転僕がしました。中山さんが、うん、あ<ー>で2時間ちょ半ぐらいかな。運転したら、えー、まあそれぐらいだったら別に、えー、まあまあ運転できるかなって感じでしたね。ただ帰りね。帰りはもうスムーズに来たんですけども。帰りスムーズに来たんですけども、その後ニュース見たら僕が東京駅に着いた。1時間ぐらい前。 1>, 1時間ぐらいあとに玉突き事故があって大渋滞みたいな話があったので危なかったなるほどそういうふうにさすがにそこまで大きな規模の事故に巻き込まれちゃうと新幹線の乗り継ぎその行きはいいんですけど行きは実家帰るだけだから1時間遅れました2時間遅れましたって別にいいんですけど新幹線のチケットね予約した状態でねそうなっちゃうともちろんその予約の変更はできるけどやっぱすごいやきもきしちゃうし。 その辺でどたばたっと全部計画が崩れちゃうからそこだけちょっと怖いなーって会議に思いましたね,ね、うん、電車の時間があるとね僕もなんか箱根に行った時に箱根の,あのバスがめっちゃ混んで最後バスを途中で降ろしてもらって走りましたもんね。間に合わないっつってこのままだっつって。<laughs> <laughs> うんそうなんですね。だからそれやっぱりどうしても自,自動車の宿命なので、そ,そこがちょっとだからまあ少し余裕を持って、まあ今回もかなり余裕を持って多いなんですけども、うそうしてどうにか吸収できんかなと思ってるんですが、うんうん、まあなかなか良かったですよ。いいですよね。まあ長山さん結構運転する二時間半運転するのもそんなに苦じゃないっていうのもいい、ね、そうですね。二時間半ぐらいだったら全然苦じゃないかな。うん,うん。六時間ぐらい運転すると辛い。 って感じになりますね運転してる時に永山さんはどど何,をして何をしてるっていうかそのもう運転だけしてるんですかその喋ったりするあ喋ったりしますようんその歌ったりはしない歌ったりは1人で運転してる時は歌ったりすることもありますしねうん,うんだか家族と一緒にいる時にでなんかそう1人でやってる時に運転してる時にね歌ったりとか,なんか自分の好きな空間にできるじゃないですかうん、うん、で運転してると何かその運転にも集中しなきゃいけないしその 車の中にも気を配んなきゃいけないから大変そうだなと思ったり、うんうん、まあ多少そうですね子供がいたりするとその辺はまあでも助手席に妻もいるし、そうかそうかそ、そこまでなんか気を使ったって感じもないですね。そうかそうか。うん。うんええー、いいな。いいですね<あ>実家に帰られて。でまあ、実家めちゃめちゃ田舎なんで、<お>もうか超のんびりし,してて時間の流れが全然違う感じがして、うん、面白かったですね。うん 違ううっっていうの,そのど,どっち側に違うんですか,んかゆ,ゆっくりに感じましたねゆっくりっていうのはなんだろうねなんか浦島太郎的な感じインターネットとかとかもあまりしないのでなんか気が付くとなんかい,いろんなニュースがあったりとか話題があったりとか<ー>、うん、そういうことあそんなことがあったのねみたいな感じってことか、うん、そうそうになるっていうところがあって、えー、なんか情報の量がまあふだずっとね PC の前に座ってるから うんうんが多すぎるっていうことす、ね、逆に多すぎてだ、うん、からそことこう接続を切り離した状態っていうのがまあなんかこう緩やかな時間の進み方っていうふうな体感感じをしましたねへえそれがちょっと久しぶりだったって感じがしましたそれを感じてなんか田舎暮らしもいいなって思う人もまあいるんでしょうね,ねまあいるんじゃないかなそれやっぱりその喧騒みたいなねそういった喧騒を離れて田舎暮らしみたいな憧れるっていうのはまあ 分かるなって気はしますね。まあ、僕はもう何もないなっていう感じですけどね。<laughs> そっち <laughs> やっぱり、まあ、自分が生まれ育ったところなんでうん、うん、何もない上に、まあ、さらにまあ加速化が進んであったお店もどんどんなくなりみたいな感じだったのでなんか久しぶりに実家方面に帰って昔懐かしの場所がなくなってたりするとちょっとな,なんか寂しい感じがしますよね、うん、そうですね。うん なんか新しいものがね立ってたりするとまあいいんでしょうけど、こう本当に単純になくなってるだけみたいなのを見ると、ああそこなくなっちゃったんだな、みたいなありますよねうん、うんそう。そういう感じのところ、まあ、大きなドラッグストアができているとかね、お<ー>かそういうのはあったんですけど、ね、まあ、でもそんな、そんな感じ、<laughs> ドラッグストアが大きいのできると大事件みたいな、<ー>そういう感じの田舎ですか。 しっかりはまあ普通にまあのんびりしてたんですけどもイベント的にはイチゴ狩りに行ったりとかバーベキュー庭先でバーベキューしたりとか出た庭先バーベキューうんそんな感じ、ね、田舎の醍醐味じゃないですかそれそうそうそうでまあ前も言ったかもしれないですけど僕バーベキューすると全,全部焼く焼かないと気が済まないがかりなんで <laughs> 言いましたっけそんなこと <laughs> いつも言いましたっけえあのー、焼くもう何その全部自分でこうやりたいもう完全にその あの炭火の網の前に陣取って、そこからもう僕は一歩も動かないですから、<laughs> 別に家族のバーベキューに限らず、どこのバーベキューに行ってもそうなりますあそれはもう、だからもうえど、どういうモチベーションなんですか、それはその、すべてやりたい、なんていうの、気を使われたくないって言われてるじゃないですかその、肉食べてくださいって言ってこう、もらい肉のめんどくさいから、もう自分でやっちゃいたいってタイプもいるし、最高のものをお届けしたいっていうモチベーションもあると思うんですどななねるるほほど、うん ほう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 でもそこで自分でそうそう。でなんかほらあれやけこれやけみたいな感じでたまに人が来,る来たりするんですけどもううん、うん、うん、ちょっとやめてくださいみたいな感じで <laughs> 今もプランを組んでやってるから探偵 <laughs> に載せんなみたいな。<laughs> えでもさ長山さんのご実家でやってるわけでしょううん、うん そ,のそんな永山さんはさきっとそのご両親からそういう血を継いでるからその両親の方もなんかどっちかはそういうタイプってこともないしね。いやそういう感じもないですね。あそうなんだ。うん。もうだから永山,さん永山さんだけがもう割と適当なんで適当じゃないように。 へうんだ僕はなんかもう通達としても「焼きそばは絶対しないから」っていうのは事前に言ってあるから <laughs> なんで焼きそばしないでいいんで焼きそばはもうね庭先バーベキューのなんかもううアンチパターンみたいな感じでなかなか焼きそばこう成功するケースが少ないんですよねあ、まあ、火加減の調整難しかったりとか火加減の調整難し,、ね、難しかったりとか、うん、あとすでにお腹いっぱいになっててあの麺だけ余っちゃってなんか焦げてるとかあ,<ー>あ,ああいうの見たくないので。 はいはいはい、はい、バーベキューおすすめなのは白いご飯のおにぎりですねああ最高それがあった方があ後からも食べれるし確かにえそれをちなみに焼きおにぎりにしたいとかあ全然そういうのは全然いいと思い,ますいうバリエーションは、OK ね、なるほどねいやい,いいなバーベキューし久しくしてないなでもすごい楽しかったですその妹夫婦と子供も来たのうなんか久しぶりに みんなで。うん、みんなで揃ってるって感じがあったし。えー、今、僕の脳内には、なんか本当ビールの CM で出てくるような、そのね、広いところで、長山さんがこう、なんかこう、火の前に立って、みんながワイワイこう、やってるような絵が浮かんでますけど、きっとそういう感じだったんですか、ね、まあ、どうでしょうね。そうそう、ね。そ,うそ,うね、それのなんか、まあ、寂れた感じです。寂れた感じじゃなくて、別にいいでしょう。<laughs> えー、うん。バーベキューか。 その食材とかは近所で調達をしたりと普通に買ってきてって感じですかうん。え、いちご狩りってのは僕多分僕人生でいちご狩り行ったことないんじゃないかな。僕もそんなにないんですけども、いちごをハウス栽培してるところがあって、うんで、そのハウス栽培してるところに入って、まあ、ここからここまでの領域は全部食べていいよみたいな。ああ。 食べ放題何分で食べ放題みたいな。いなへえ<ー>。感じなんで。バーベキューの前にそれやったんで。いちごでめっちゃお腹いっぱいの状態からバーベキューはい返しみたいな感じ <laughs> じゃあもうなおさら焼きそばいらないですね。そんなね。うん、いちご。あれな,なんでいちご狩りっていうんですかね。あれね。前から不思議なんだよな。ねな,なんで狩りなんですかね、あれね、うん。あんなね、無抵抗でぶら下がってるようなやつを。<laughs> <laughs> そんなに物騒な狩り,っいう狩りなってね。 いちご摘みでいいじゃないですかね別にねいちご摘み放題食べ放題食べ放題でもねい,いい気がするけどえー、いいなあいちご狩り行ってバーベキューかそうなんかモデルプランみたいになったなうん,なんか贅沢な感じですねなんか別々の日にやり,やりそうなイベントですけどねい、うん、ちごそんなに長期間帰る予定ではなかったので,でも,もう,もうとまとめてちょっとギュッとやろう,う,う、えー、まあそういうなんか自然はまあキャンプ場とかね川とかね、うん、ゴルフ場とかそういうのはたくさんある 楽しみようによっては楽しめるのかもしれないですけどもその表現は楽しみ楽しみやっぱり自分が生まれ育ったところなんでなんかこうねいまいち魅力を慣れちゃって見いだせないというか実家だから実家を褒めるまでもなかろうみたいなそういう感じなのかなでも最近でもね山登ったりいろいろしてるから裏山走ったりとかしてうんうん そういうのはまあ気軽にできるのはいいなと思いましたけどあ,あれを持ってたんですかサンダルはこのそうサンダル持ってサンダルで走ってきましたね走ってきましたいいじゃないですか楽しそう、うん、<ー>で親が今ね昔蔵,蔵というかね物置だったところをほぼ取り壊して、うん、自分たちでリノベーションして新しい家を建ててるんですよ なんか永山さんのツイッターに進捗はたまにこうスレッドで母親から写真送られてくるからそれをペリペリッと貼ってるんですけども <laughs> まあ実際にその様子を見に行ってあんまり経緯なんで急に建て始めたのか僕も経緯とか知らなかったからいろいろ話聞いてたら、まあ、事務所父親の仕事の事務所、まあ、父親もその設備系の仕事とか、うん、最近だとなんかソ,ソーラーパネルの設置とか、まあ、何でもやるんですよ。うん そういう,こうものを建てるみたいな仕事をずっとやってきててなんで別にその素人のセルフリノベっていうわけではなくて一応まあそういった経験がある永山さんの写真見てますけど、うん、もうこれはもう普通にさ業者の建築ですねこれねそうですよね僕もそう思いました行 <laughs> ってでこれ <laughs> でどのくらい大工さんとか入ってるのって言ったらいや、えっとね、屋根だけ板金屋さん知り合いにやってもらってそれ以外は全部自分でやってるって言ってたんでこれ一人えか え、一人っていうか、ご夫婦、一人でやってる。母も手伝ってるし、あと、弟も今、父の仕事手伝ってるんで、あ、そういうこと弟も、他家族でやってるわけですね。<laughs> で、弟の部屋と事務所を作ってるっていうふうに言ってましたね。<laughs> えー、いや、めちゃめちゃ、めちゃめちゃちゃんとしてるじゃないですか。うん。すごい。なんか、そのじ、<ー>やっぱり、あの、東日本大震災の影響とかで、地盤の歪みみたいなのがあったんで、うんうん、実際にこう取り壊してみたらうん、うん、<laughs> 結構あっちこっち歪んでたからその辺直すのが結構大変だったみたいなことは言ってましたけど、うん、まあそういうところからやってるんで結構しっかりしたものが立つ予定っぽいですね。リノベセルフリノベ、うん、リノベリノベリノベーション <laughs> リノベーションリんかリフォームとリノベーションってどう違うんだろうなと思って調べたんですけどもリフォームっていうのはその古くなったものを新築みたいな感じに直すと。うんうんうん えじゃあリノベーションって何なのかっていうとなんかその付加価値をつけるみたいなほうそういうことが加わるのがリノベーションらしいんですねほ<う>何なんだろうね付加価値って <laughs> どうしたん急に急に問いを <laughs> 何言うん付加価値言うけどな,なんだろう付加価値って思った、ね、付加価値まあ例えばだから ね、これは合ってんのかななんかその防音の部屋を作って音楽ができるようにしますとか。まあ、とかねまあキッチンがこうアイランドキッチンになってコミュニケーションの仕方が変わるとかはい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 、まあ、そういうところなのかなうん,うんまあ一応なんか新築ではなく大規模修繕という扱いらしいですけどねうちの父親がやってるのも、まあ、その辺なんか法律がよくわかんないほうほう僕もそんな詳しくないんであれなんですけども。ほうほう でもまあ見た感じ新築っぽいなと思うんだけど大規模修繕らしいですねあれですよねその写真見てると柱のなんか一本古そうな柱があるから,からあのビフォーアフターでいうところのだから新築ではないわけですよねそうだと思いますこの古いやつを一応骨組みを一一部とかも残ってるみたいだしんかその辺を使ってやってるみたいですね あの辺ちょっと小ノートに進捗の写真を。ぜひぜひ。あげときますけども。貼っときますわ。はい。うん。まあ、途中で飽きないといいなと思ってるんですけどね。こんな状態に飽きちゃうとさ。うん。あとまあ、そうね。まあ、縁起の悪い話だけど、途中でなんかさ、体悪くしちゃったりとかさ、する可能性もあるじゃないですか。まあ、いい年なんで。そうか。年齢的に。ねそっちとかがね、発生しちゃうとね、誰が続きあんだよ、みたいなね。 <laughs> それはもうそれはもうさ <laughs> もうやるしかないっつってやるしかないんじゃないかなまあ一回ねお店一緒に作ってるからあ,あそうかそうかう <ん S 2> まあでも写真を見る感じえこれ何進捗で言うと何パーセントぐらいなんですかねこれ今外,外壁でもまだ入ってないんで外壁がようやくできるってなったんで外側の壁作って <うん S 1> 断熱入れて内側の壁作って <うん S 1> あそうかで天井張って 床張ってみたいな感じでしょうねじゃあまだまだもうちょっとあるんだね、うんあな。なんか素人だから骨組みができたらもうほぼほぼできてんじゃねえかと思ったけどそんなことはなかった水回り電気回りみたいなのがあるんでああなるほどそういうこといやそれ結構大変ですまあでもいいですねお元気でいいじゃないですかこういうのをやろうっていうね,ね、うん、4年ぶりに会うから結構もうしょぼくれてんのかなと思ったら、うん、まあ全然元気だったんで。 素晴らしいです、ねうん、よかったですそれは。うんうん、元気よ,よこれやってんの。え、う、え、ん、まあじゃあ完成楽しみ。だから新曲が写真が送られてくるのも <laughs> いいっすね。ちょくちょくね。うん。ご実家から。うん。だから長山さん今度はあれですね。うん、なんかこう定点カメラでも置いといて。 もう <laughs> ずっとさ固定カメラであ,あ早巻きタイムラプスで <laughs> なるほどそれいいですよね撮っとくとね、うん、なかなかこういうところってほら業者の方がやってるからさク、うん、チールザクってこんなか入れないけどね自分たちでやってるんだったらこうカメラで定点カメラで作れますとかあとほらライブ配信とかしてもらってね長山さんもコミュニケーション取れるじゃないですか <laughs> <そう> <laughs> ライブ配信いはいへえ楽しそうだなまあそんなこんな してきまあそう3泊4日さっきか4泊5日とかだったんですけどもまあ両方の僕その妻と同じ田舎なのではいはいはい妻の田舎に泊まりながらあちこち行くみたいな感じでだったんですけどもまたそうですねまた子供たちがやっぱりね自然が多いとすごく楽しそうにしてたんでやっぱそうっすよねうん楽しいだろうなその妻の実家の 庭もすごい広くてでうちの父親と一緒に造園をしてなんかもう何て言うのかちょっとしたこう何て言ったらいいのかなちょっとした庭になってるんですよ上下がある坂道があって木が生えてて坂道を登っていくとちょっと眺めがいいとこに出るみたいな何はい、はい、でも朝起きたら速攻外行って走り回って帰ってくるみたいな感じで超楽しそうにしてたんで。 <何>そんな、ど、どのくらい飛ばしたいんですかいや、普通にノック打ったりとか、フライを上げたりとかっていう。ね、小学生。小さめの小学校のグラウンドのぐらい広さい,いやいや、そんなに大きくないんですよ。そんなに大きくない。うん、でも田んぼとか畑とか入れるとそのぐらいになりますけど。うん、あなるほどなるほど、うん。そこに難球とか打ったらお怒られちゃうね。<laughs> そうね。<laughs> うね取りに行けねえ。<laughs> 確かに。うん。まあ、広さでできる気は、でもそうですよ。その 田んぼとか畑とか、植木が植えてあるところとか入れれば、普通に小学校のグラウンドぐらいはあるかもしれないですね。なるほど。じゃあ、キャッチーボールとかはね、普通にできそうですね。うん、全然できますよ。もう今は、はこの街中だと、もうそういうことをすると、すぐになんかね、貼<ー>り紙が出て、ねね、この辺でボール遊びをうんぬみたいな感じになっちゃうんで、うん,んね、うん、羨らやましいな。そういうのないですからね。子供がいるだけですげえみたいな感じですからね。おー<う>、す、うん、らしい、いい環境。 いやー僕も鹿児島に帰りたくなったけど、どうだろうな、今年帰れるかな。どうかな。毎年帰ってるわけじゃないですよね。もうしばらく帰ってないですね。しばらく帰ってないですか。うん、もうコロナの前に帰ったのが最後だから、もう3年ぐらい帰ってないかな。ああな感じで。うん。鹿児島もなかなか遠いですもんね。遠いですね。遠い。遠いし、まあもうね、うちの両親も結構な年だし、まあ多分行ったら僕、それこそ僕はね、レンタカー借りて、 運転しなきゃいけないんだろうけど、そもそも運転を最近してないから危ないもんね。ああいろいろ、いろいろあるんですよね。うん。はい。わかりました。そんな感じですかまあ、そんなこと、はしておっしゃいました、うんはい。さてさて、あの、お便りをですね、実は、うん、いただいておりまして、ありがとうございます。あの、ちょっと読み上げさせていただきます、ねはい、えー、近所のおっさんの川上さんからのお便りでございます。川上さん、これあの、<laughs> ゲストに。 そうね、ゲスストにに来てていいただいて川上さささんんんんからクリスさん長山さんこんにちはふと質問ですお二人は同僚を呼ぶ時の君付けさん付けのルールみたいなものはありますかある重途入社の同僚年下後輩を初対面の時はさんと呼んでいたのですが他の同僚が君と呼んでたので君に切り替えていったんですがまた別の同僚はさんで呼んでいてあれ切り替えたのは間違いだったかな 年下だからって訓付けって社会ではありなんだっけ訓さんあだ名字呼び捨ての選択基準ってと思いお二人のご意見を伺いたく投稿いたしましたと、えー、ありがとうございますなるほどありがとうございますこれはねまあわかりますよ悩,悩みはねうんうんうん、うん、あのー、そうですね、まあ、話しやすいとこまでいくと僕はあの大学生になった時に、うん 第2病にかかりまして 2> 第2病、うん、あのそう第2病にかかよそうそう、はい、大学2年生がかかる病気だと思うんですけどあれはなんかあの、まあ、演劇サークルに入ってたんですけど後輩の女の子を名字くんづけで呼ぶのがかっこいいってちょっと思っちゃうなんで <laughs> いやわかんないなんそのいや分かんないけど <laughs> だから僕今の私の妻はあの 演劇部時代の後輩の女の子ですけど、うん、当時はだから名字って読んでましたね、くんづけてね。て恥ずへぇ。うんえー、<laughs> だから、ね、今思うと恥ずかしかったな、あれってちょっと思うんですけど <laughs> な,な,なんで恥ずかしいかも分か,分かんないんだけどななんんかか恥ずかしいなって思うんですよねで僕が女子だとして長、はい、山,山くんって呼ばれるわけです、ねはい。普通は長山さんとか呼ぶと思うんですけど、長、うん、山くん。<laughs> なん<か>この <laughs> 何なんでしょうね、気持ち悪いな、自分で言ってる。<laughs> はい、で今はどうかですけど、うん、うーんこれ難しいっすねなんかさん付け継承でさん付けでどんな人でも呼ぶっていうのがあのー、なんだろう一番丁寧だし間違いはないと思う私は思ってるんですけど一方でなんか親しみを込めたいなとかなんかその人との関係性上なんかその親しみを込めたいなって時はこうなんかくんくん付けだったりとか。 まあ,あだ,名だったり、まあ、うちの会社はハテな ID で呼ぶっていう文化がもともとあるでしょう,うで,、ねうん、でしかもハテな ID に「くん」とか「さん」とかが入ってるケースもあるじゃないですか。にんじんくんとかね。にんじんくん。に、うんじんくんとかね「にんじんくんさん」とか「にんじんさん」とかにんじんさんはおかしいだろうと思うんだけどにんじんくんさんにんじんく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 んはないな。そうんうん、そうそういうのがあるからね。結構ここは私も迷うとこですね。 ななやまさんはなんかありますよその選択基準みたいなの。僕もな、基本3ですね。やっぱ3が一番丁寧だし、うんうん、ね、いい気がしますけどね。そうですね。ただ、その、中途で入ってこられて、ずっと3付けで呼ぶな時の、なんだろうな、こう、うん、まあいいのか。 親しくなる度合いみたいな、うん、親密度が増す度合いは最近ほらオンラインでうちの会社は仕事が多いので直接会っての飲みに行ったりご飯食べたりなんかその別にそのなんかゲームをしたりする中で「なんとかさーん」とかって呼ぶのとちょっと違うじゃないですかその仕事上「なんとかさん」っていうのって。うんうん、っていうとなんかやっぱこうちょっと一個壁があるみたいな感じになって。はあはあ なるなってちょっと思って悩ましいなと思ってるんですよね。うん、僕でもなんかね。そう。あのまあ、呼ぶのはだいたいさん付けなんですよね。うんうん、また人参君は人参君なんだけど。<laughs> <laughs> なんだけど、えっとまあ、ゲストにも来ていただいてる。あのセコンさんに僕なんかそのあだ,あだ名というかね。長山長山っていう風に言われて。うううんうん、うん でまあ、僕あんまりあだ名と呼ばれたことがなかったんで、うん、長山って呼ばれるのはすごく僕個人的にはすごく気に入ってたんですよ。その関係性が近しいな近しい感じもするなっていうのも良かったしあだ名がつけられたという経験があまりなかったのでそういったものをつけられて嬉しいなみたいなのもあって、うんうん、なんでこう気安く言われる分には全然こう何の抵抗もない。 っていう感じ。くんで呼ばれても、長山でも長山さんでも、そんな、あんまりって感じなんですよね。うんうんうん。うん、なんか、クリスくん。僕は自分のことをくんけで呼ぶ人、クリスくって呼ぶのって、なんか同級生の女の子みたいなイメージだから、く付けで呼ばれるとちょっと甘酸っぱい、口の中が甘酸っぱくなるんですよ、ね。<laughs> あとでも、あだ名つけんのさ、まあ、セコンさんもそうだってたけどさ、うん、あだ名つけんの早い人とかいるじゃないですか。いる,いるいる。あだ名すぐつける人。うん、いるいる。<laughs> あれも、なんかスキルだなと思うんですよね。確かにね。スキルと、まあ、その人のキャラクター。うん。うん、それを言っても別に嫌な感じがもしないし。そう,そう、そうなんか空気が乱れないというかね。うん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 。うん、だ僕はなんか,かその辺、ちょっとこう、そういう感じでは、ノリではいけないなと思っちゃうから、いつも。大体、さん付けですね。 今自転車始めて結構年下の人とかとも走るんですけども、うん、基本的に明らかに年下の人も全員全員んとかさんって言ってますしねいやそうね、うん、そのそうですよねそれ,、まあ、それがいいと思いますよなんかん付けでいく特に特にコミュニティーの後から入ってるっていう意味では後輩みたいな気持ちも自分の中にあるんでそういう意味でもさんって言ってるっていうのもあるかな確かになんとかさんみたいな 僕らもだってさん付けじゃないですか。永山さん、クリスさんって。確かに。ね。確かに。もう、ポッドキャストも長くやってるし、別に、そのもうちょっと違う呼び方でもいいような気もするけど、別にまあ、それはもうさん付けで呼んでるから、別にいいのか。別にいいな。うん。川上さんが言ってましたもんね。川上さんだっけなんか、クリス、永山が、なんか、さん付けで呼んでるのがいいみたいなことを、なんか、言ってみたいような気がしましたけどね、前。うん。うん あとこれね難しいのがなんかあの役職とかで呼ぶのか呼ばないのか問題もあるんですよねこれね。あ<ー>で私は今立場上社長なんですけど、うん、そのクリス社長って呼ばれるとなんかすごい言葉が良いので別に「3で呼んでほしいんですよねその社外の人とかでも別にそのでメールとかでたまにこう字面で来るとなんかちょっとこう。 何かそうてう、そっか。圧を感じる。ああ別に圧つていうか、それが正しいんですけど、別に間違っちゃいないしうし、いか嫌な気持ちじゃないんだけど、<laughs> うんうん、おおって思うで、それよりかはどういう 3, 3に切り替わっていく方がいいなって思うんですけど、<ー>一方で、相手が全く同じ気持ちだろうなとも思わないんで、僕もちょっと油断すると、なんか相手のことを結構、3付けで書いちゃうんですよね、そのビジネスメールとかでも、なんとかさんって言って。うんうんうん それはちょっとね、あの、気をつけなきゃなと思って、結構慎重に、あの読み、読み直したりしますね。あの<ー> <laughs> この、この方との関係性大、大,大丈夫だっけみたいな。3で読んでみたいな。まあ、どうでもいい、ちょっと余談みたいな感じですけど、僕、ずっと、メールで様つけるじゃないですか。はい、うん。クリス様みたいな。はい、はいはい。あの様をひらがなで開くっていうのをずっとやってて。ああ、はい,はい,はい、はい。様がやっぱりなんかね、圧があんなと思って。<laughs> <laughs> わかる。なんかあの、なんでしょうね。 圧な,な,なのかテン,テンプレ感っていうんですかねなんか<ー>心がこもってない感があるのかな、ね、そ,ううそうそうそれなんか平仮名に開いた方がはまあ僕はなんかこう安心感がないかなと思ってやってるんですけども<笑><笑>まあ多分全然 <laughs> みんないいこれはねあると思うみ,みんななんかねメールとかの文化で育った方たちはなんかあると思うんですよ自分なりのそのメールの絵の思いが。うん、ああ そこは何かね、まあ、こだわりこだわりとまでは言わないですけども,もなんかそうしちゃうしちゃう,うみたいなのもあったりしますけどね。そのメールの話の続きで言うと永山さんその「いつもお世話になっております」って書く人ですか書いたり書かなかったりします。はほほあ。れもなんかそのお世話になってる具合とか期間の感覚とかそういうのを鑑みて、うん、いつもお世話になってるのかご無沙汰しておりますなのか。うん まあ、そ率直にいきなり自分の名前を言うなのかみたいなのその辺は、はい、あは、毎回変わってますわかるな僕はあの前の会社の時はビジネスメールの最後を必ず、えー、以上、以上点、よろしくお願いいたします、丸で終わらせるっていうのを、なんとなくのルールにしてたんですよね。それが、それが自分なりのこのメールの締め方だと思ってて、なんか、それがしっくり来ないのは、むしろ中身の方が悪い,悪いだろうと思って書き直したりしてましたから。あ 多分メールだから、ねね、く,くんさんからずれちゃったけど、まあ、それはそうか、うん、そうねうんいやだからまあ「さん」さんで呼びたいところなんだけどなんかそのすごく親しい人とかなんか親しみを込めたい人の時にちょっとこうそれがぶれちゃう時があるっていうのが僕の今のあれかなくんさんあだ名みたいなそうね距離感まあ距離感ありますよね距離感は あ,るありますよねこの年になって新しく接した人とは結構やっぱ3から始まることがやっぱ多いですよね。多い。PTA 関,関係は基本も3付けかなあの何年か前の PTA の時はその3付けとかが固いから最初にもうあ名を決めましょうみたいなことを言った方がいるんで。だからツアーのがそ,そんなこと言って,てたな。うん なん,とかなんとかちゃん、とかゃん、んとかさん。ん下の名前で呼びましょうって言われて。下の名前。下の名前なのかな、うん。うん。すごいびっくりしたって妻は言ってましたけど。<laughs> びっくりした。確かに。うん、僕はなんだろその時、その時にはヨッシーだったかな。ヨッシーです。<laughs> どうも。えー、ヨッシーそれでもきついな、僕、もうきついな、結構それ。<laughs> え、きついそれ言われるんださっき言った時僕に、その、ね、よ呼ばれるのはいいんですよ。 うん、呼ぶ側でしょ、うん、呼ぶ側のほうがつらいなと思って,だってた,た,たまたまじゃ同じ小学校行ってたから PTA でクリスさんと一緒だとして、うん、クリスさんがヨッシーになっちゃったと思ったらもうヨッシーかーってなっちゃうもう <laughs> いなんで <laughs> <laughs> 俺ヨッシーって言わなきゃいけないのかって僕のことを想像してヨッシーかって思わないでください <laughs> そうねヨッシーかって思っちゃいますよね、うん、まあまあそうかそうなんだよなああとね、あのー 僕は自分がやっぱりこうあんまりこういうこと言とあれですけどその思春期にこう女子とそんなに会話をした経験がないんですよねうん、うん、会話をした経験がない女子とそんなに親しくなった感じがないみたいな、うん、いろんな女子と、うん、結構な仲のいいそのすごい明るい方って結構気軽に、ね、女性、まあ、異性のことを下の名前で呼んだりとか結構深い意味もなんかするじゃないですかああいう マインドにななりたたかったなって思いますよね思春期に思春期に。思春期にそんなことがあったらなと、うん。あったらな。で、今、僕、今、自分で少年野球のチームの,あのコーチもやったりして、うん、基本、子供は下の名前で呼ぶんですよ。うんうん、その、呼び捨てで呼ぶんですよね。うん、なんとか、つって。その時に結構、最近、その、女子の女の子も入ってくるんで、女の子の名前を下で名前で呼ぶんですけど、 まあそれは別にいいんだけどなんかやっぱ慣れないっていう意味でねちょっと自分の中でまあしかもクリーンさんお子さんがねみんな男の子のみんな男そう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 そるからねうんなそて結構ね困ってるんだよな<ー>まああうそ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 かそうそういうそ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 うルうそ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 して例外的にうんうん例そうにうそうょっとこうう、ね、そうそ、ね、うそ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 そうそう あのあそう,そうて君は親しみが込められるんだけどあのこのままずっと年齢を重ねていった時に何となくちょっとこう後輩感が出ちゃうんですよね<ー>ずっと、うん、それが悪いケースの時もあるんじゃないかって最近ちょっと思ってていろいろその人の状況とか,立場とかも変わってるけどもそうそうそう。 でも新卒で入った子がずっとこう成長して10年ぐらい経って、なんかちょっと役職とかね、あの重めの役職に就いたすよに、ね、なんとかくん、な,なんとかくんさとかって言った時にに、なんかその関係性的に、なんかちょっとこう、いや、もうちょっとこう、ちゃんと呼んであげた方が、周りから見た時に、ああの人と親しいんだっていうふうに思ってくれたらいいけど、なんか、あなんかすごく軽く見られてるなって、周りから思われるのはちょっと不本意だなって思ったり。そ だから、ニンジン君もね、今は大活躍をしてる、確かエンジニアって感じだけど、けど、ニンジン君って言われちゃうとなんかね、急にこう、新卒みたいな感じになっちゃうからツイッターにね、あの、新人研修なうって書いてた頃のニンジン君の絵がパッて浮かぶから、戻っちゃうから、確かにそういうのは君はあるかもしれないですね。そん。はい。まあ、そんな感じですよね、鏡さん。答えになってないから、全く出ないけども。 はい。そういう番組なので。はい。ありがとうございますお便り。はい。うん、あの、こんな感じで、あの、なんか、ふと質問とか、なんか、クリス・長山はどう考えてんだっていうことをちょっと、あのそうですね。なんか、メモ代わりに使ってもらったらはい。お便りに書いてもらったら、なんかしら話しますので、よろしくお願いします。はい、はい。という感じで、 えーえー、そろそういいお時間ですので、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。えー、それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。